ちは、ジェマです。今日は先日アップしたアートリストとのタイアップ動画の撮影の裏側をお届けしていきたいと思います。ではまず最初にメンバー紹介をしたいと思うんですけれども、今日の主演のアリーさんです。こんにちは。アリーです。そしてですね、なんと今回ビハインドザシーンを撮っていただいているのが豪華な YouTuber 様でいらっしゃいまして、大元 TV の大元さんです。大元です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。豪華なビハインドザシーンになります。で今回使用するカメラは今すぐニコンさんからお借りしているニコンの Z6II です。でレンズは今 50mm の F1.2 というレンズをつけております。そして他にもレンズいろいろお借りしているのでいろいろ変えながらシーンに合わせて使っていきたいなと思います。であちなみにこのアクセサリーこれは私のチャンネルをいつも見てくださっているビーズ作家のマニッシュさんに作っていただいたアクセサリーなんですけど、めちゃめちゃ可愛いですマニッシュさんも YouTube されているので次回は買った船ぜひチェックしてみてください。早速ですがちょっとこのお部屋のまず準備からやっていきたいと思います。天のだけ後からじゃあちょっといきなりですが、外からね、私が撮影します。綺麗です。めっちゃ綺麗だよ。オッケーオッケー。綺麗です。室内で何カットぐらい撮るんですか？室内で20カットぐらい撮ります。はい。今、ワンカットです。はい。レンズ変えたんですか？レンズね、変えました。マイクロレンズ。マイクロっての寄れる近くに寄れる、ちょっとさっきの 50mm だとあんまり近くまで寄れなかったんで変えてみました。なるほど、105mm。 これ105です。今度は、はい、20mm の F1.8 のレンズに変えました。変えてこう全体的に広角に撮れるように。さっき結構寄りで撮ったから、そう全体的にそうです寄りのカット撮って今からは全体で一連の流れをさっき部分撮ったんで次は一連の流れをこの広いレンズを使って撮っておきたいと思います。今からアートリストの画面をさりげなくちょい見せします。今はこのライトがオレンジっぽかったのでちょっとこっちの LED ライトをあえてここに置いてちょっと壁にバウンスさせる感じですか？はい、そうですね。あ、まあ、直接当てるとかなりこうね眩しいしきつい光になっちゃうので壁に当ててその反射で、まあ、柔らかい光をこの空間に照らすような感じでお願いします。 OK です。次はじゃあ今日初の 85mm F1.8 のレンズをつけて顔アップでやっていきたいと思います。はい、今この窓の後ろ外にこの明るいんですけど LED ライトを2つ設置しました。あと今日は雨で暗いっていうのもあるんですけどまあ、さっきの前半のシーンは暗くてよかったんですけどこの後半はもっとこう明るい雰囲気にしたかったのでかつ逆光で写すと結構幻想的な感じになるので前とこの外に2つライトを置いてみました。アリーさんは演技の経験とかはあるんですか？ないです。やっぱりダンスとはだいぶ違いますか？違いますね。バレエだとこうマイムって言って手を使ってこう表現とかがあるんで体使うと表現はしやすいんですけど今回の撮影みたいに表情だけっていうのはちょっと難しかったです。今回のカメラの設定はどうやってやってるんですか？今回はこの、まあ、ニコンの Z6II なんですけど、うん、ピクチャーコントロールをフラットっていうので撮影してます。まあ、こうなんていうの明暗さ明
明るいところと暗いところの差が結構いい感じになるので、まあ、このフラットで撮影してカラーグレーディングしやすいように撮影をしています。フレームレートは基本的に24フレームで撮影してるんですけど、まあ、あのスローモーションにここはしたいなっていうシーンだけ120フレームとかにちょっと設定を変えて撮影をしています。ポッとこの感じなんで見たいなの今日のビハインドザシーンを撮っていただきました大元 TV の大元さんです。もうめちゃくちゃ完璧なビハインドザシーンを撮影していただきましてありがとうございます。ありがとうございました。また引き続きですからもどうぞよろしくお願いします。お疲れ様でした。じゃあ無事1日目の撮影が終わりまして、まあ、の最初にこうスケジュール立ててやってたので、まあ、それに沿ってやった感じです。で今日はちょっとまあいにくの雨なので数日後に、外の続きの撮影をやっていきたいと思いますので、では2日目にレッツゴー。はい、ということで2日目やってまいりました。まあ、今日はもう無事晴れまして、ちょっと天気予報昨日地震で雨だったんですけど、めっちゃいい晴天になったので今日はこの森の中に来て撮影を進めていきたいと思います。ということで、まあ、今ちょっとワンカット先に撮っちゃったんですけど虫にちょっと刺されながら暑い中ですが、はい、今日も頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。大輝さんもよろしくお願いします。お願いします。今日は、まあ、このジンバル今つけてるんですけれども、結構この森の中で動き回ったりする撮影をするので走りながらとか撮影していきたいなと思います。OK! いい感じよ。この森の中に埋もれながら撮影をしております。レンズ変えたんですか？レンズ変えました。私の好きな 50mm F1.2 今回のダンスはアリーさんのオリジナルダンスですか？あ、もう簡単に作りましたこの動画のために、この作品のために、はい、おー完璧、完璧、すごいどうでしょうか？最高です。大元先生葉っぱの前ボケがめっちゃ綺麗ね、いい感じ、うん、そう、次はこの扇風機を使って、まあ、アリーさんの髪をこうなびかせてるところを撮りたいと思います。あとの前半パートこれで以上になりますので、次後半パートいきたいと思います。じゃあ次は、あ、後半というか中間パートでちょっとジンバルに乗せてこの道をアリーさんがちょっとこうくるくる回りながら、はい、ちょっとこうルンルンみたいな、ずっと一回やりながらやりましょう。なんか臨場感あふれる感じにしていきます。やば、ごめん。こうなりますよ。カメラに映っちゃいそうなんで、ちょっと回避に。どうしたら大丈夫でしょう。はい、じゃあ、いよいよ最後のワンカットなんですけど、今から最後、アリーさんが、まあ、バレエの、お得意のバレエの、待って、雲がついてる。はい、じゃあ、今から、今回のもう最後のカットなんですけど、まあ、アリーさんが普段からバレエをやってるということで、バレエのダンスを、まあ、曲に合わせて考えていただきました。なので、そのダンスを、まあ、ここで、最後は固定の三脚に立てて、固定のカットで、バレエを踊ってもらうシーンを撮っていきたいと思います。はい、ということで今回ですね、まあ、2日間にわたった撮影がこれで終了となりました。まあ、今日はこの森の中で無事
いい感じに晴れたので、めちゃくちゃいいバレエの面が踊っていただいたのも撮影ができました。で、まあ、今回この外での撮影で気をつけたポイントという意識したのは、まあ、やっぱりこう幻想的な場面のシーンを撮影するということで、まあ、光の当たり具合、まあ、アリーさんに光が当たる加減だったりとか、まあ、あと撮影カメラの方でも、まあ、フォーカスをあんまりバチバチに当てすぎずに、あえてちょっとぼかしたりしながら撮影をするのをちょっと意識して撮影してみました。で、まあ、今回すごい大活躍だった、まずニコンさんから今お借りしてたこのニコン Z6II と、まあ、他レンズ4本使いながら撮影したんですけど、まあ、ニコンのカメラは本当こう描写力が本当やっぱ良くって、あとまあモニターがめっちゃ綺麗なんで、こうモデルさんとかとも確認しながらも毎回感動しまくりな撮影でした。あとは手ブレ補正もすごい効いてるので、あの望遠のレンズとかを使って手持ちで撮っても結構ブレずに撮影できたなっていう印象です。いやめっちゃいいですねはい、ということで今回の動画が良かった、面白かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。あと今回出演していただいた、主演のアリーさんだったり、まあ、ビハインドザシーンと手伝いているダイゲンさんの SNS、YouTube 概要欄に貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。というわけで今回の動画はこれで以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。